っといっちゃう。Why you fall? Hi everyone, this is Shuichira and today we're gonna eat and draw. はい、皆さんこんにちは、内田修です。今日は久しぶりに日本語で動画を作ってみたいと思います。ということで今日はですね、お菓子を食べながら絵を描いていくということで、はい、ぜひ今日の動画を楽しんでってください。なんか私すごい不思議だと思ったのが、英語で喋る、なんか自然に喋ってる時は英語の方が得意なんですけど、こういうなんか動画を撮るとか、あとなんか誰かの前で喋るってなった時に、なんか日本語の方がなんとなく喋りやすいんですよね。多分そういうなんか、なんだろう、人前で何かを喋る時とかっていうのは日本語の方がもっとやってきてるので、だから日本語の方がなんか言いたいことがこうやって出てくるのかなっていう感じなんですけど、なんだろう、何なんですかね。でも普段の生活の中で喋りやすいのは英語なんですよ。はい、ということで今日は紅茶と、あとは海外のお菓子、ガミーランチと、オーストラリアのお菓子、ティムタムを食べていきたいと思いますよ。皆さんティムタム知ってますよね。すごく甘い、チョコレートです。はい、ということで、なんで絵を描こうかっていう話になったかっていうと、皆さんご存知の通り、私絵がとてつもなくうまいので、もうそうなんですよ、すごくすごく絵が上手なので、その画力をね、皆さんに披露していこうかなっていう、っていう感じです。はい、ということで、このね、私の目の前にある iPad を使ってやっていきたいと思うんですけど、これをね、画面録音、画面、なんて言うんだ、画面録画をしながら、私が描いている、ものを皆さんに動画を見ながら当ててほしいなという感じでございます。ということで、最初ね、なんか開けとこうかな、なんか食べながら描きたいなと思って、ちょっとプラスチックの音がうるさいかもしれないんですけど、ごめんなさい。懐かしい。そう、なんかね、オーストラリアのお菓子って、Health Star Rating っていう、ランキングっていうか、レーティングってなんていうんだ、レーティングがあるんですよ。で、こうやってなんか、あ、ちょっと待ってね、あ、パッケージに入れられなかった。こんな感じで、この食べ物はどれぐらい体にいいですよっていうなんかレーティングがあるんですよ。で、まあ体に良ければ、まあ良ければいいほどって日本語合ってるのかな、まあ良ければいいほどそのレーティングがこうやって上がっていくんですよ。で、5点中5点だったらすごく体に良くて、低ければ低いほど、まあ、体にあまりよろしくないかもしれないですねっていうレーティングなんですけど、なんとティムタムは 0.5 です。まあでもたまにはこういうお菓子はいいんです。もう前回の動画でね、結構お菓子とかいっぱい食べてるんですけど、その分私は運動してますからね。はい、ということで食べていきます。最初はヤッピーのグミ、ハンバーガーバージョン。色がすごいですよね。これなんか私マネージャーさんが見た時に、これ食べたことないって言ってたんですけど、私もう小学校の頃めちゃくちゃ食べてました。こういう、見えるかな、なんかどうすればいいんだ、こういう色がすごいハンバーガーの形をしたグミなんですけど、これを一個ずつ剥がして食べるのが好きでした。
はい。でティッシュも持ってきてます。なのでね、手を拭きながらやっていきたいと思うんですけど、じゃあ最初のやつを書いていきますね。皆さん当ててみてください。静かになっちゃうな、これ。なんかあの iPad だとこうやって綺麗に書けないですよね。でもあのすごいうまく書いてる人とかやっぱりいますよね。 iPad ですっごい綺麗な線書いてる人とか、それこそ私のお姉ちゃんとか絵を描くの好きなんですけど、なんかこれ iPad で描いたのって言われるんですけど、なんか iPad で描いてるように見えないんですよね、うますぎて。さあ私は何を描いてるでしょう。当ててる、もうすでに当ててる人とかいるのかな。なんか私ちょっと前まではちゃんとうまく描けてた気がするんですけどね、なんでだろう。よし、できました。皆さん見えますかね、何だと思いますか皆さん。はい、これはですね、犬です。私が大好きな犬です。垂れ耳の犬ですね。かわいい。なんか今日はゆったりといつもよりちょっと長めに作ってみようかなって思います。はい、じゃあ次をちょっと待って、次食べる前にティムタムを食べようと思います。手がチョコまみれになるティムタム、これ1個で200キロカロリーとかなんですよね確か。うん、中身こんな感じです。おいしい。溶けてきた、溶けてきた。あーどうしよう、溶けてきた。ああ素手で食べるのは良くないけど、他に何で食べたらいいんだろう。でも美味しい。次何書こうかな。皆さん何書いてほしいですか。じゃあ動物を書いてみようかな。何がいいかな。ちょっと次は綺麗に書いてみますね。これね、分かったかもしれない。ほっぺで、お、なんか目をうまく描けた気がする。なんか鼻もこんな感じですよね、いつも。これね、分かったんじゃないですか。これなんかうまく描けた気がします。こういうこういう、あ、お、いいんじゃないですか。かわいい。これ口猫ってなんかこういう感じですよね。にゃー、ほい、できました。あ、鳴き声言っちゃった。はい、これは猫でございます。おー、いいですね。はい、テミタム引き続き食べよう、引き続き食べよう。あー、溶ける、溶けるの。うまい。
トラリアだと本当にティムタムいろんな味があって、あの有名なズンボっていうあのマカロンのお店があるんですけど、そのお店とコラボしてなんかいろんな味のティムタム出してたりとか昔してましたね。今でもコラボしてるのかな。なんか私なんかホワイトチョコレートの中身がラズベリーのティムタムがあって、それがすごい好きでした。もうそれもすごい甘いんですけど私はそれがすごい好きでした。はい、じゃあ最後に何か書いていこうかな。何がいいかな。わかった。あ、わからない。あ、わかった、わかりました。割といろんな人が好きで、あ、なんか操作おかしくなっちゃった。なんかみんなが好きな動物、みんなが好きな動物、わかったわかった、書きますね。あ、録音するの、あ、録画するの忘れないようにしないと。どういう体だったっけ。あ、上切れちゃった。ちょっと待ってね。ちょっともうちょっとちっちゃく書けばいいのかな。お、いいですね。こういう足だった気がする。で、これで分かった人いるんじゃないですかね。私最近この目にこうやってキラキラ入れるのにハマってて、ハム太郎みたいで可愛いですよね。これで分かった人いるんじゃないですか。手どんな感じだったっけな。なんかこういう、お、うん、口がこういうなんかケロちゃんみたいな。あれ？そう、こんな感じのはずで、こんな感じ。わかりますかね。お腹は何もないはずだし、強いて言うならこういうなんか白い模様みたいなのが入ってた気がする。お腹が白くて。そう、カモノハシです。はい、オーストラリアの動物ですね。はい、ということで、私はグミをもう一個食べます。そう、こういうねガミフレンチフライズって言って、チップスの形をしたグミとかもあれば、こういうねアイスコーラっていうコーラの味をしたグミもあれば、ストロベリーリーフっていうイチゴと、イチゴの葉っぱの形をしたグミもあったりするんですよ。で、さっきハンバーガーだったんですけど、ホットドッグのねグミもあったりします。はい、ということで、今日はお菓子を食べながらお絵かきをしたんですけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。上手ですよね。そう、私もよく言われるんですよ。上手ですねって。でもね、なんかそう、あの周りにいる人たちがみんな絵うまい人ばっかりなので、羨ましいなっていつも思ってます。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さんぜひ、チャンネル登録と、いいねのボタン
ブシューン、こうやってブシャンブシャンって押してくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。